目指す天竺大雷音寺を目前にして一行の前に立ち塞がったのは、なんと妖怪大王を中心に化け物妖怪地味猛霊の住み着く妖怪帝国。無事山蔵を通過させようと一計を案じた悟空たちは大わらわ、寄ってたかって山蔵を妖怪らしく見せるため涙ぐましい個人レッスン。次回、妖怪帝国突破大作戦にご期待ください。